本日投開票を行われました沖縄の名護市長選挙において、日本共産党が立憲民主党、れいわ新選組、沖縄社会大衆党、新しい風、ニヌファブ氏とともに推薦した新人の岸本洋平さんは、自民党公明党推薦で2期目を目指した現職の渡具知武豊さんに及びませんでした。新型コロナ第6波の感染拡大の下で、大奮闘されたオール沖縄の皆さん、そして党員後援会員の皆さんに心からの感謝を申し上げたいというふうに思います。今回の名護市長選挙では、昨年末、米軍基地から広がった新型コロナ感染から市民の命を守る、辺野古新基地建設を止める、米軍再編交付金に頼らず、保育料など3つの無料化を続ける、米軍や政府に言うべきことをはっきり主張していくと、こうした岸本洋平さんの、そして岸本陣営の訴えに、多くの市民の共感の声が寄せられたと思っています。今回の選挙結果を受けて、政府は新基地建設が容認されたなどとしてですね、基地建設を強行することは許されないということも強調したいと思います。現職は軽装を見守ると言い続けて、最後まで新基地推進の姿勢を隠しました。さらに自民党は基地は争点にならないと、これは菅前首相が沖縄入りして、そういったコメントもしております。基地問題の争点外しを図りました。その結果、新基地建設反対でありながら、現職に投票した有権者も少なからずおられたと思います。県民投票での新基地建設反対 73%、これが名護市民の揺るがぬ民意であるということを踏まえて、政府は新基地建設断念すべきだと改めて申し上げたいと思います。今回の選挙を通じてオール沖縄の結束はさらに強まりました。私たちは岸本さんが掲げた公約の実現をはじめ、米軍基地が集中している沖縄でのコロナ感染から県民の命と暮らしを守ること、日米地位協定の抜本改定、新基地建設ストップのために力を尽くしていきたいと思います。沖縄ではこれから各地の市長選挙、首長選挙、それから参院選、県知事選挙など、大事な一連の選挙が続きます。日本共産党はオール沖縄の勝利のために引き続き全力を挙げる決意であります。私からは以上です。ご質問あればどうぞ。朝日新聞の横山です。オール沖縄で戦った選挙ということで、昨年の衆院選でも、名護市を含む3区でですね、オール沖縄が敗退したという中で、オール沖縄自体の影響力の低下を指摘する声もあるんですが、そこら辺のこう要因と、どのように今後、そのオール沖縄のですね、力をまた強めていくかというのをお願いします。得票数など、細かい数字を見た上でないと、なかなか今の時点で、この状況だけで、コメントは難しいところがあるかなというふうに思います。ただ言えることとしては、投票率がですね、名護の市長選挙としては 68% 台と過去最低だった、今日大雨が降ったっていうことも現地ではあるというふうに聞いております。でそういう中で、おそらく前回よりも票差は縮まるような結果になるのではないかなと、これはちょっとまだ分かんないんですけど、開けてみないと、接戦にまで持ち込んだということは間違いないと思いますので、やっぱりそういう意味では、私はなんかこれをもってですね、オール沖縄にこうマイナス打撃になるというような結果ではないと。で、むしろ現地でのオール沖縄の結束というのは、今まで以上に強まったという戦いになったと思っています。はい。北海道新聞の鶴山です、はい。今回の選挙の前には、沖縄で米軍由来と言われていますけれども、はい、オミクロンの感染が広がったりですとか、辺野古の地盤が軟弱だなどと、与党にあまりこういい印象のないニュースもあったかと思いますけれども、
なぜこのような結果になったと現時点で分析されますか。まあ、ちょっと今の時点で全面的な、ね、分析なかなか難しいところありますし、まあ、同時に行われた南城の市長選挙の結果なども合わせて見ないとそのトータルとしての、ね、評価は難しいところあるかもしれないと思います。ただやっぱり今申し上げたようにやっぱり名護の市長選挙について言うと投票率がやっぱり、大体いつも7割以上出るようなところで過去最低になってしまったことなども影響しているのではないかなというふうには思います。選挙戦全体の分析総括は改めて全体の結果出たところで、明日も会見ありますのでそこででもお話ができればなと思います。よろしいですか。NHK の吉岡です、はい、先ほど送電隠しという指摘もあったんですけれども、端的に言って今回届かなかった要因だったと思います。もう一度お願いします。やはり、辺野古の問題についてはこれは明らかに争点隠し、これは候補者もそうだし、自民党はですね、菅さんが基地問題争点にならないってはっきりもう昨年の時点から言ってきたと。でそういう中でやっぱり基地問題をめぐる争点隠しっていうのが背景にはあったというふうに思います。それと投票率の低さということもあったかというふうに思います。ただそういう中で岸本洋平候補は接戦にまで持ち込む前線はしたんじゃないかなという結果になったんではないかなというふうに思いますが、これは改めて明日全体の票数などを見た上での判断になるかと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。